カイロ国際空港はエジプトの首都カイロにある国際空港である。カイロ市街地中心部から北東に1 5トルの位置にあるエジプト航空の拠点であるカイロ空港公団によって運営されている。2009年には1438万2042人の乗降客があり、アフリカではヨハネスブルク国際空港に次いで2番目に乗降客の多い空港である。 2014年8月現在のターミナルビルは2カ所。ターミナル1はスターアライアンス以外の航空会社。ターミナル3はスターアライアンス加盟航空会社が使用している。ターミナル2は改築中で2015年の開業を見込んでいる。ターミナル1は利用航空会社によって入り口が異なり、それにより入館前またはチェックインカウンター入場前と 搭乗口前の2階で荷物検査がある。また搭乗者以外の者が入館する場合には、入館料 5LE を外の売店にて支払う必要がある。出国審査後の免税店や飲食店は、ほとんどが2から3階に集まっているため、一旦エスカレーターで機材橋を上がる必要がある。チェックイン前に自由に出入りができる、地下階には、従業員向けと思われる売店やサンドイッチ屋があり、 回路し市内と同額で購入可能である。ボーディングブリッジはなく、すべての搭乗口からはバスで航空機まで案内される。ターミナル3は、国内線と国際線で、入り口が分かれているが、中のチェックインカウンターはつながっており、あまり意味をなさない。チェックインカウンター前と、搭乗口前の2階で荷物検査がある。ターミナル1と異なり、手荷物検査前までは誰でも、 無料で入館できる。免税店や飲食店は出国審査場と同一階にある。ボーディングブリッジを利用する場合は渡り、廊下を通って各搭乗ゲートに向かう。ラウンジは渡り、廊下の手前に複数箇所あるほか、渡り、廊下の先にも小さい免税店や飲食店がある。バス案内の場合は、開花の搭乗口となる。エジプト航空を利用する場合は、 機内でのアルコール飲料の提供がないが、ターミナル内の売店では、ビール、ワイン等が販売されており、機内への持ち込み及び飲酒が可能である。パスポートの提示は、ターミナル1は入館、または、チェックインカウンター入場の手荷物検査時、チェックイン時、出国審査時、搭乗口前で荷物検査時、搭乗前の、計5回、ターミナル3はこれに、搭乗口前を加えて、 計6回求められる。到着時は、ターミナル1は、入国審査時、手荷物引き取り時の計2回、ターミナル3はこれに、手荷物引き取り場入場時を加えて、計3回求められる。ターミナル1、3からは、共に公共交通機関を使って、直接空港外に出る手段はない。公共バスを利用するためには、両ターミナルの中間点に位置する、 バスターミナルを経由するターミナル間無料バスを利用し、バスターミナルで乗り換える必要がある。バスターミナルからは、タハリール広場、国鉄ラムセス駅前の他に、メトロ1号線方面等複数の公共バス路線があるが、路線図や時刻表等は一切ない。かつては、西側の空港敷地出口の近くから、ラムセス駅行きの路面電車である。 ヘリオポリストラムを利用することも可能であったが、この路線は廃止された。運行されていた当時であっても交通混雑により、時間がかかり、ダイヤも不定であったため、空港利用者が乗車していることは皆無だった。将来的には、空港北東部にあるリングロードとイスマイリア砂漠道路の交差地点方面からメトロ3号線が乗り入れる計画である。 南側の滑走路を建設した際にリングロードが干渉することからリングロードを滑走路外に迂回させた。リングロードからは廃止された旧道跡をわずかに確認することができる。2013年6月時点の就行路線。エジプト国内アジア中東アフリカヨーロッパ北米。ありがとうございます。